北条京前女流王社上泉縁は京都市中京区にある当時新言州の寺院。本尊は青函論。二条城の南に位置し、元は平安兄弟代理に接して造営された近縁であった。当地は延暦13年の平安京遷都とほぼ同時期に当時の大代理の南に接する地に造営された近縁であった。元々はここにあった。 故郷都の名残の池沢を庭園に整備したものと考えられ、当初の敷地は二条通りから三条通りまで南北約500メートル、東西約240メートルに及ぶ池を中心とした大庭園であった。資料に初めてその名が見られるのは日本気略の記事であり、延暦19年7月19日、寒武天皇が行行したという内容である。延暦21年には、 画園が催されたとあり、この頃から、上泉園は、天皇や、帝神の園遊の場となったとみられる。また、日本語記には、佐賀天皇が、公認3年に、上泉園にて、花園の節を催したとあり、これが記録に残る桜の花見の書室と考えられている。季節を問わずまたどんな日照りの年にも枯れることのない、上泉園の池には、竜神が住むと言われ、 天朝元年に西寺の守備と当時の空海が旧の、法を競い、天竺の胸津池から、全女流王を誕生し、空海が勝利した。また、空海以降も新御宗の僧による雨乞いが何度も、行われている。上元五年に都に薬病が流行り、上泉園で御霊会が行われた。上元十一年には、上泉園の南端に六十六本の矛を建てて、祇園社から越しを出した。 これが現在の祇園祭りの元になったと言われている。なお、現在でも京都を中心に祭典時に矛を建てる神社がいくつか存在する。この矛は剣矛という。平安時代中期には館外用水としても利用されるようになる神泉園だったが、自称4年には台風が吹いて荒廃した。研究年間には主格方神皇の命で源頼朝が 社殿の復興を行ったが、上級の乱によって、再び廃れた。しかし、北条安時がこれを復興する。室町時代になって、次第に推備していったが、応人の乱によってまたも荒廃した。慶長7年、徳川家康が二条城を造営した際には、上泉縁北川の敷地の大部分が、城内に取り込まれて著しく規模が縮小した。また、 上泉園の水源である、上泉も城の外堀の水源の一つとして奪われた。しかし、築死の総閣宮尾が、朝廷の許しを得て、慶長12年より、現七年間にかけて、復興を図った。空海との縁によりこの時より、当時の管轄下に置かれ、治療40国が認められた。都名書添えで紹介される、上泉園は、里市宮尾による、復興後である。 上泉園の境内には、別在店も祀られているが、上京2年の京都案内し、京派舞台の中では、別在店、29箇所の霊場の一つとなっている。天明8年の天明の大火で、多宝塔や社殿が消失した。1935年、上泉園が、国の史跡に指定される。2014年には、全女竜王環状1200年記念事業として、 北条樹地の水を55年ぶりに抜いて、全女流王者本殿等の解体、修復を行っている。伝承では、源義経と聖午前が出会った場と言われる。また一説に、北条樹地が、京都市の東西に伸びる通りの一つ、大池通の名前の由来であるとするが、この池を、大池と呼んだ事実は確認できないことから疑問視する意見もある。二条城の南には、 昔の上泉園の登壇を示す石碑がある。これは京都市営地下鉄東西線に関わる工事の際に判明したものである。京都新聞は太平洋戦争中一面コラムの名前を上泉としていた。おそらく上泉園に由来すると思われる。現在の狂言堂のある場所は昭和中期まで上泉幼稚園として幼稚園の教室があったが、 都市中心部の子供の減少に伴い肺炎となった。参拝者用駐車場はなし。東側の大宮通りにコインパーキング数箇所あり。年中行事時点 P656,958 年5月23日、初版発行にし、閣議状況編東京堂出版上泉園と、絵画商人との関わりについて知りたい。レファレンス共同データベース池の水抜き55年ぶり。 回収亀泉園の全女流王者京都新聞2014年4月8日。ありがとうございます。